低周波とは波動や振動の周波数が低いこと、または周波数の小さい音波、電波や交流を指す。音での低周波の定義として 100Hz 以下は低周波音と呼ばれる。また 20Hz 以下は超低周波音と呼ばれる。自然科学では低周波地震が知られている。低周波地震は 1Hz から 2Hz 程度の地震のことである。地震の規模は M1 から2程度である。低周波領域の地震は規模に比して振動がゆっくりしているのが特徴で、振動の周期が長いため、長周期地震とも呼ばれる。発生地点が浅い場合と深い場合で分類されている。火山性の地震の特徴としても見られる。また、継続時間が長くなって M3 から4程度と若干規模が大きくなる超、低周波地震も存在する。 同じく低周波領域で起こるもので、1秒間に小刻みに揺れる低周波微動や通常の地震によるプレート滑りに比べはるかに遅い速度で滑る、ゆっくり滑り、振動の大きさに比して大きな津波が発生する津波地震との関連が指摘されている。低周波電磁界の健康や危機への影響についての研究がされているが、環境電磁工学では低周波電磁界の はっきりとした定義はない。風では 100kHz 以下の電磁界を超低周波電磁界としている。日本国の電波法では 10kHz を超える電界磁界が人体に与える強度の値を定めている。はっきりとした定義はないが、およそ音声周波数帯域より低い周波数から音声周波数帯域より少し高い周波数の電気信号を指す。つまり、 およそ数十キロヘルツ以下の周波数の交流信号のことである。英語のオーディオフリークエンシーに対応する語で AF と略記する。しかし、同一の周波数であっても無線通信の搬送波として使用される場合は高周波と呼ぶのが一般的である。例えば、10キロヘルツのオーディオ信号は低周波であり、超長波として無線通信に用いられる場合は高周波と呼ぶのが 一般的である。リハビリやペインクリニックにおいて物理療法として用いられる低周波治療器、あるいは低周波通電療法のことを単に低周波と呼ぶことがある。肌に当てた同士と呼ばれる2個以上の端子の間に弱いパルス波電流を流す。周波数が1から2ヘルツは肩こり、100から150ヘルツは腰痛の治療に用いられる。周波数が高めで、 神経を刺激するテンズはリハビリ目的で使われている。出力を強くしたものがバラエティ番組等で罰ゲームとして使用されることもある。また電気パルスで筋肉を刺激する EMS はスポーツ選手の効率的な筋力トレーニングとして効果が実証されているが脂肪を減らす効果はないため送信には効果が薄いスロー自身とはゆっくり滑る。 自身解明イコールプレート協会で発生。海洋機構など電波法では、高周波利用設備の定義の中で 10kHz 以上を、高周波としている。電気で筋肉を刺激する、EMS マシン筋肉は増痩せは、期待薄。朝日 .com。オリジナルの2012年3月27日時点における、アーカイブ。 h <ht> t 20 t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 3 2 7 0 3 4 9 1 0 h t t p w w w a s a h i c o m h e l h i k e t s u t k y 2 0 1 1 1 1 1 4 0 0 8 9 h t m l ありがとうございます。